さあ中井主審の笛が鳴りまして、まず前半が始まります。いよいよ開幕しました J3 リーグ。大久保へというところでしたが、さあ島村が奪う、うまくかわしていって、ここはフリーになるか、縦に出していって、沢上、沢上の左足でした。少し速力を上げていくか、島村中に切り込む、中央から木田、右に中に上げていって、こぼれている、シュートだー、浮かしてしまった、最後は前田のシュートでした。まず鳥取が1人目選手交代を行って、後半が始まりました。2020明治安田生命 J3 リーグの第1節、セレッソ大阪 U23 とガイナーレ鳥取の一戦、後半が始まりました。つながって酒井から三沢、ファーサイドフリーになっている。さあ、ここはもう一度クロスを上げてシュートまで行きました。しかし浮かしてしまいました。細かいタッチでいこうというところですが、残して吉田、吉田、吉田、左足、最後シュートまで持っていきました吉田です。今は個人技でなんとか突破しようというところでした。吉田裕二のプレー、田口がキープをする、田口、田口、田口、最後は右、左足、チャンスを作る鳥取、集中集中という声が響く。ファーサイド、ニアサイドに持っていきましたが、もう一度フェランジーニョ、今度はファーサイド、ヘディング、合わせていきますがゴールポストの上、クロスバーの上でした。真ん中、ヘディングシュート、先制鳥取、最後は田口が決めました。 J 初ゴール、高卒新人で見事 J 初ゴールを決めました。この開幕節ドンピシャのタイミング合わせていきました。ここでクロスを上げた、沢上からのボールこぼれている、藤を合わせられません。ここでアディショナル3分経過、そして長い笛、試合終了、およそ